京浜急行電鉄、京浜急行電鉄株式会社、京浜急行電鉄は東京都港区に本社を置く大手施設である。略称は京急。東証一部に上場し、扶養グループを構成する企業の一つで京急グループの中核企業である。京浜急行電鉄は東京都港区から品川区、大田区、神奈川県川崎市。 横浜市、さらに、三浦半島へ至る、鉄道路線を運営している。近年は羽田空港へのアクセス鉄道としても、利用されている。また、都営地下鉄浅草線、京成電鉄、北総鉄道北総線と、相互乗り入れ、芝山鉄道芝山鉄道線に乗り入れを、実施しており、詳細は後日、千葉県北部の千葉ニュータウンや成田空港まで、乗り入れている。 今後は通勤利用者の減少や羽田空港アクセスの競合激化が予測されることから戦略として外国人を含む観光客の三浦半島やその先端にある城場市前の誘致を重視している2018年5月には日本旅行と提携した鉄道に京浜急行バスを加えた交通事業のほかにグループ各社と連携して流通事業サービス事業 不動産事業なども経営する。これらは直接の収益確保のほかに、京急千沿線地域の定住、交流人口の減少を防ぐことも目指している。2017年には、空き家を転開したり、独居高齢者宅に、学生の下宿を仲介したりする事業を開け、2018年3月には、京急沿線に営業網を持つ湘南信用金庫、及び日本保証と提携。 同年11月には、神奈川県横須賀市及び同市に二軍拠点を持つ、プロ野球球団の横浜 DNA ベイスターズと3社、連携協を結んだ。現在の京浜急行電鉄は、鉄道駅業務、列車運転業務、公務、電気設備保守及び試行管理業務、車両整備業務を電鉄本体で行っている。鉄道駅については一時期、 千楽寺駅を除く全駅の業務を京急ステーションサービスに委託していた。2016年3月に京浜急行電鉄が横浜港未来21地区の開発事業者に決定し、神奈川県横浜市西区高島一丁目に京浜急行電鉄の他複数のグループ企業の本社機能を集約した京急グループ本ビルを建設して、 東京都港区から本社を同ビルに移転することが予定されている。京急グループ本社ビルは2017年に着工し、2019年3月に完成、2019年秋に稼働開始を目指している。このことを京急の2 1 0 0系1編成に貼られたステッカーで、この春、横浜駅から新たな感動が始まるのスローガンと共に告知している。かつては、 京浜急行を公式通称京浜エレクトリックエクスプレスレイルウェイ COLTD を英文社名としていたが2007年平成19年12月1日よりポスターチラシ類などを置いて京急電鉄の名称及び新ロゴマーク2010年平成22年10月21日より京急コーポレーションの英文社名を使用開始し順次変更している 過去の略称は前身である、京浜電気鉄道時代の、京浜が使われており、1963年、昭和38年には、湘南電気鉄道時代の駅名であった、湘南台を、京浜台に解消し統一させた。しかし、昭和30年代前半から子会社の名前などに、京急を使うようになり、一時は、京浜と京急の略称が混在していたが、次第に、 京急の方が定着していったことから1987年、昭和62、6月1日には、同年に民営化した東日本旅客鉄道、JR 東日本との差別化も意識し、コーポレートアイデンティティ、CI の一環として、それまで、京浜体としていた重0駅の駅名干渉を、京急体に名、略称を、京急に統一した。なお、京急体という名称は、 京浜急行電鉄の登録商標になっている。大使電気鉄道時代は三本線電を作ることで、川崎、その中に、を四つで、大使とする車門を使用し、京浜電気鉄道となった後も継続して、使用していた。その後、大東急時代を経て、京浜急行電鉄として、再出発する際に用意されたのが仙台車門で、社員への募集。 会社組合双方からの先行委員による選定の後、杉浦筆水による修正によって出来上がった。軽、羽車輪からなる図案は、それぞれが、景品、急行、電鉄を表している。現在の社門は経営の多角化によって、従来の社門がふさわしくなくなってきたため、1958年、昭和33年の創立60周年を契機に、 変更が検討され、1964年、昭和39年5月に制定されたものである。図案は、社内候補と東急エージェンシーに依頼したものから2案が選定され、これらをアレンジした数種から再検討、選定された。円が、会社の主な事業である、交通、電車、バスを表し、中央の図形は、景品の、計及び、景をスピーでかつ。 安定感を持った形に図案化したものである。また、この図形は円を突き破るように配置することで困難を突破していく力強さを表している。ロゴマークは2000系電車の登場やウィング高輪のオープンといった節目があった1983年、昭和58年頃から使われ出した。当時は現在と違い水色が地色で、ケーキの文字は白抜きだった上。 ロゴ株の文字が車体で、京浜急行と書かれていた。コーポレートスローガンは、創業九十周年を迎えた九百八十八年、昭和六十三年に、初めて制定され、この時は、目指す未来へ、触れ合い研究だった。九百九十八年、平成十年の創業百周年と空港線、羽田空港駅、現、羽田空港国内線ターミナル駅開業という、 大きな節目を前に、新しい出会いに夢乗せてに変わり、現在のコーポレートスローガンである、安心を羽ばたく力に、は、2008年、平成20年の創業110周年に合わせて導入された3代目である。2代目までは、ロゴマークにもコーポレートスローガンを掲出していたが、2008年に色を反転した現行のロゴに変わった際、コーポレートスローガンは外された。また、 ロゴ株の文字には、京急電鉄と京急グループのバリエーションがある。現在の京浜急行電鉄の元となったのは、1899年に、旧東海道川崎塾に近い六号橋から、川崎大島まで 1435mm の標準機で開通した大市電気鉄道である、現、大市線の一部。同社は日本で3番目、関東では、 最初の電気鉄道会社であった。創立時には安田財閥が人的、資金で援助したこともあり、そのため現在でも安田財閥の流れを組む不要グループの一員となっている。同年、京浜電気鉄道と社名を改めた。東京市電との相互乗り入れを目論み、期間を開業時の標準機から一旦は1372ミ、mm、リメートルの馬車機間へ改め機を行うが、 後に子会社となる湘南電気鉄道による三浦半島方面の延伸線への乗り入れを行うため再度標準機に改め機された。1942年には陸上交通事業調整法に基づく戦時統合により東京急行電鉄、いわゆる大東急に併合されるが、1948年に京浜急行電鉄、小田急電鉄、京王帝都電鉄、 現、京王電鉄の三社が分離、独死、現在に至る。前身の京浜電気鉄道や湘南電気、鉄道などの路線も含む、総延長キロ数、87.0キロメートル。京浜急行電鉄の前身の一つである、湘南電気鉄道にも、予定線として計画線が存在した。日の出町駅桜木町駅間の建設予定地には、予定地に沿って、 道路や住宅が並んでいる。2015年3月末、現在73駅を営業している千学寺駅を含む。京浜急行電鉄は東京の大手市鉄で唯一東京メトロとの乗り換え駅がない。都営地下鉄とは千学寺駅で浅草線に乗り入れている。駅長所在駅は品川、平和島、京急蒲田、羽田空港国内線ターミナル。 京急川崎、川崎大師、京急鶴見、神奈川新町、横浜、日の出町、上大岡、金沢文庫、追浜、横須賀中央、京急栗浜、三浦海の16駅。駅長所在駅ごとに管区が置かれ、千学寺駅とここに挙げた16駅以外の駅は、いずれかの駅長に属する非管理駅となっている。なお、京急ステーションサービスへの委託時代は、駅長も、 その他の駅係員同様、同社の社員であった。都営地下鉄浅草線、仙岳寺北、京成電鉄押上線、本線、青戸伊東、東、成田線成田スカイアクセス線、北総鉄道北総線、芝山鉄道芝山鉄道線と直通運転を実施している。乗り入れ車両は8両編成のため、普通列車の停車駅の有効調の関係で、 空港線と逗子線以外は普通としては運転されず、京急線内では、エアポート急行、特急、海徳、エアポート海徳として運転される。おおよその目安として、品川浦賀間の普通、空港線系統、本線系統の海徳と羽田空港から新逗子間のエアポート急行が、それぞれ10分間隔で運行されている。その他に、普通が品川京急かま間、 エアポート開得が京成線方面羽田空港間に40分間隔で運行されている。基本的に信号は駅の信号室で取り扱う。そのため事故などでダイヤが乱れた場合は各信号室の判断による運行が行われ、運転再開は他社に比べて早いが運行中に種別が変更される場合もある。また通常ダイヤ以外に 貸しりイベント列車を運行することがある。2017年までも企業からの申し込みに対応してサイクルトレインなどを走らせていたが、個人の同窓会や結婚式などの受付も2017年10月から始めた実施は最短で3ヶ月後。土日曜日のみで午前中の品川駅発浦賀駅、または三浦海岸駅にか夕方の大支線往復。 京急川崎駅発着が利用できる。京急の原油車両は、東急車両製造及び同社から、鉄道車両事業を継承した、総合車両製作所制と川崎重工業制で、総合車両製作所、東急車両製造を含むと川崎重工業で、それぞれほぼ半々の割合で制されている。2015年12月3日、現在、796両を保有する。 各形式の詳細、使用選区、運用などについては、それぞれの記事を参照されたい。経営、技術面など多方面から反とした、アメリカのパシフィック電鉄の影響から、創業以来の伝統として、車体広告車などの例外を除いて車体は赤く、塗装されており、会社のイメージカラーにもなっている。塗色のパターンは、幾度か変遷があり、現在では、創価に、 白帯が入るもの、窓周りが白く塗られているもの、800型で初めて採用され、現在では600系、2100系、新鮮型で採用しているがある。2007年3月に登場した、K9 発のステンレス車用、新鮮系6次車より、車体幕板と腰板に赤色のラッピングを施し、さらに倉庫に白帯を入れアクセントとした外装となり、 2015年度製造の15自社の6両編成まで継続された。同年度製造の15自社4両編成、1800番台以降は赤色に窓周り白色のラッピングが窓枠及び客室扉と乗務員室扉の周りを除いた車体側面全体に拡大され、さらに2017年度に導入された17自社からはラッピングではなくステンレス車体に 全面塗装が施されることになり、ご次車以来となる全面塗装車体で導入されることになった。京急の電車に広く見られる赤字に、白帯のデザインは、有効鉄道協定を結んでいる台湾鉄路管理局においても、2016年5月12日より、同年10月12日までの期間に EMU700 型電車、第1編成において、ラップングで再現された。 視認性の問題から行き先表示に三色 LED 表示器は導入しなかったがフルカラー白色 LED が実用化され視認性に特に問題なかったこと多くの色を表現でき種別案内が色で可能になったこと行き先の増加や運転系統の変化に伴い幕交換が多数発生している現状を踏まえ2005年平成17年以降製造車両から本格採用した 2010年3月頃より、東急5000系列に類似した、フルカラー、白色 LED 行き先表示、日本語、英語交互表示が搭載されるようになり、LED 装備車全車の表示内容を収めた、ロム変更が完了している。また、列車無線装置の機器スペースの都合で、前面のみを、フルカラー LED に交換した編成が出現して、おり、新線型や600系、 2100系、1500型などが該当する。1500系の全車 LED 化に伴って、地下鉄直通用の軽急車は、全車 LED となった。相互直通運転を行っている、京成電鉄とは異なり、駅名の、軽急は省略しない、軽急川崎など、以前は京急、軽急1987年までは、軽品を省略していたが、 神奈川新町などを正式駅名表記とするようになった頃から省略しなくなった。方向幕搭載者は以前は黒字に白抜き文字の表示、さらにそれ以前は白字のローマ字なしであったが、現在では白字のローマ字幕に交換が進んでいる。かつては行き先板を使用していた名残から新町、神奈川新町、文庫、金沢文庫など、 省略駅名を表示していたが、現在は羽田空港国内線ターミナル行を羽田空港と表示するのを唯一の外として、京急線内の駅については、すべての車両が正式な駅名を表示するようになっている。特殊な表示形態として、以下のものがある。形式故障は、京成電鉄や東京都交通局及び小田急電鉄と同様に、形ではなく、形。 を使用し、相互乗り入れを行う、各事業者の車両と、形式番号が重複しないように2000番台より、若い数字をいる、形成者は3000番台、都営車は5000番台、北総車は7000番台、千葉ニュータウン鉄道車は9000番台。なお、大東急時代は、元京浜電鉄、湘南電鉄の車両に5000番台が振られていたが、京急の分離独立時に5000を引いて一斉に、 開版した。また、京急では、必ずしも編成を固定しておらず、千五百型を中心に現在でも、編成外が多く行われていることから編成を表す、F、編成を意味する、英単語フォーメーションの頭文字などの故障は用いない。さらに、京急線内では、車両形式と編成を表す記号も使用されており、一例を挙げると、二代目線形の八両編成では、 8ボルトなどと呼称されている、出店、京急ダイヤ100年史。都営地下鉄線に乗り入れる列車は、片側3扉で、貫通扉を備え、火災などの非常時に運転室正面から、脱出可能な編成に限定される。現在、この条件を満たすのは1500系、600系、新線型と、その派生型である。なお2100型は、貫通扉を備え、 非常時には正面から避難できる作りだが、片側三扉という直通規格を満たしていないため、京急都営線共同利用の仙学寺駅までの運用、A 回特、または C 特急が該当となっている。800型は品川駅以南の運用である。先頭車両、制御車は事業用車両区と1型が廃車された2010年度以降はすべて電動車となっており、 発射局からの乗り入れ車両についても、先頭台車は、重量の重く安定している、電動台車に限定している。これは、国鉄三河島事故、鶴見事故以降、京急線内では、脱線事故などの際に転覆事故へと被害を拡大させないこと、車輪とレールの半、胴体膜が破壊され、短絡感度が良くなり、軌道回路の正確な検知を行うことで素早く、確実な分岐器の転換。 信号の回数、踏切の動作が求められているためである。過去には、訂成の3500型野球3000系列、3200系、3300系などの戦闘付随車、6M 車の車両、改造前に、主に夏季の海水浴や、正月の初詣で臨時列車で使用されたや、当時戦闘車が電動車でなかった、北総7000系、北総、高段線、現、 国総線の2期線開通直後の一時期例外的に入線した時期もあったが、現在は一切の例外を認めていない。ボルスタレス台車は走行安定性の観点から現在に至るまで採用されておらず、ダイレクトマウント式のボルスタ、枕張り付き台車を採用している。軸箱指示装置についても800型で、ペデスタル式と600型で、軸量式が一旦採用されたものの、 2100K 以降は走行安定性確保から遠筒案内式へと戻され、現在では新車で同方式を採用する日本国内ただの事業者となっている。ドイツの電気機器、メーカー、シーメンス車製主制御器やノルウェー製座席、スウェーデン製座席カバーを使用するなど、諸外国の技術導入も積極的である。また、 起動加速度は全車両で3.0時速 3.5km、S と高めに設定されている一方、直流モーターを使用する車両は弱め回自制御の領域を広く取るなどして、高速性能も確保している。かつて運行していた終末座席指定特急では、禁煙プレートに豪車札を差し込み、灰皿を置いて喫煙可能にしていた名残で、現在の600型まで、 独特の形をしていた禁煙プレートを採用していた。現在この禁煙プレートは800系の大部分に残るのみとなっている。2018年11月1日よりタブレット端末を用いた車内放送が開始されたが、同様なタブレット端末による車内放送が導入されている近鉄のような駅ごとの案内ではなく、今までのボタン式放送と大きく変わらない。 京浜急行電鉄分離独立後に在籍した過去の車両は以下の通り、いずれも廃車時の形式、東急統合時と1965年、1966年に改版が実施され、製造時とは形式名が変更されている車両が多い。開業期から京浜急行電鉄成立以前までに、下記3形式の木造車両が在籍した、形式はいずれも、 製造時のもの。一部は京急分離独立後にも在籍していた。このほか、大誌電気鉄道開業時から、大正時代まで木造に軸電車が在籍していた。廃車後の地方施設への譲渡先は、東京急行電鉄や西武鉄道と比べると多く、ないが、特筆すべき譲渡先としては、高松琴平電気鉄道が挙げられ、木造車時代から平成に入って引退した車両まで、 多くが譲渡されている。特に近年の琴平線と長尾線は、ほとんどが元京急車である。運転保安装置は全線で乗り入れ先各線と、共通の1号型 ATS を採用していたが、2009年、平成21年2月14日より、CATS に更新した。建区は、栗浜の車両管理区を中心に、金沢建区と新町建区を加え、 計算箇所を有する。路線は、かつての軌道線や地方鉄道に由来するため地上を走行する区間が多かったが、各地で立体交差化が進んでいる。近年は、広明寺から上大岡間の高架化や、空港線の一部地下化、京急かまた付近の高架化が行われた。特に、京急か田駅周辺では、第一京浜や環状八号線にまたがるため、 慢性的な交通渋滞の要因となっていたことから、早急な高架化を実現するために大部分で直接、高架校を導入して、連続立体交差事業が行われ、2012年、平成24年10月には、事業区間全線が高架化。2017年、平成29年3月に、事業全体が完了した。対比駅では、 列車衝突の防止及び信号源時の効率化のため、対比線に安全側線を設けることを基本としている。これにより、対比列車に対し有源時、警戒でなく Y 源時、注意で進入させることでき、また、後続列車に対しても、場内信号機に G 源時、進行を早く出すことができる。大規模な駅では発車時刻や行き先などを表示する。 発射表の LED 式表示装置、液晶式表示装置への更新も行われているが、以前主要駅でも反転フラップ式案内表示機が使われている駅もある。また、品川駅、京急蒲田駅、羽田空港国際線ターミナル駅、羽田空港国内線ターミナル駅、横浜駅では、外国人の利用客を意識して日本語、英語のみならず、中国語、 韓国語の表示ができるようになっている。品川駅、京急蒲田駅、羽田空港国際線ターミナル駅、羽田空港国内線ターミナル駅、横浜駅などでは自動放送装置も導入されている。ドア数や車両数の違いや分割、併合の多さ、先着などの案内が複雑なため主要駅への自動放送装置導入には消極的だったが、 詳細なアナウンスができるシステムが構築され、駅員によるアナウンスと遜色のない、細やかな情報が提供されることが特徴である。その他、接近する列車の種別が表示される、簡易案内装置が多くの駅で導入されている。あくまで接近列車の種別を示すもので、JR のオットースのように次発列車の時刻、種別を案内するものではない。当初は機械式だったが、 現在は LED 式となっている。また、合わせて列車接近自動放送、通過、停車別が導入されている駅も多い。品川駅と京急蒲田駅では発着の多い羽田空港行の列車について羽田空港国内線ターミナル駅での出口案内も合わせて行う。また、2008年平成20年11月18日より京急駅メロディ大募集として 同年7月に一般公募により決定したご当地ソングが京急線内主要17駅、品川、青物横丁、立合川、平和島、京急蒲田、他空港、現在の羽田空港国内線ターミナル、京急川崎、横浜、上大岡、金沢文庫、金沢八景、新津市、横須賀中央、堀の内、浦賀、京急栗浜、三崎口で、 列車接近案内音、駅メロディとして使用が開始されている。後に、生麦、羽田空港国際線ターミナル、港町、井戸ヶ谷、追浜、三浦海岸や、期間限定で、梅屋敷、川崎大しても採用された。それぞれの駅の採用曲は、発車メロディ京浜急行電鉄の項目を参照。なお、ご当地ソングを鉄道事業者が採用している例は、 これが初めてではなく、すでに西日本鉄道で行っているが、西鉄では列車車内でのメロディでの採用に対して、京急では駅の案内で使用している点が異なる。ホームで駅員が監視業務をしていない駅では、車掌がワイヤレスマイクを通じて駅ホームスピーカーを使い、一部の形成者は車外スピーカーで直接、種別、行き先、ドア閉めの告知をしており、 笛や発車ブザーによる発車案内は主要駅を除き省略されている。通過待ちをする列車の乗務員はホームに立ち通過監視を行うのが監修になっているほか、車掌による発車時のホーム監視は8両編成以下の場合乗務員室扉を開けていっていたが、ホームドアのある羽田空港国際線ターミナル駅を除く、近年は安全のため乗務員扉を閉め窓から、 監視するになっている。また監視に集中することから、車掌と駅員の間での敬礼は行われない。また、車両は、羽田空港、浦賀、新津市、三崎口寄りを1号車とし、品川寄りを大きい数字、12両編成の場合12号車、8両編成の場合8号車としている。自動券売機は現在すべてが、 タッチパネル式多機能券売機となっているが、パスモの導入に合わせて、パスモ対応への改造が行われた。一部には、定期券発行機能、新規含むが搭載され、利便性向上を図っている。2010年7月下旬から、品川駅を皮切りに、自動券売機が順次更新されている。1994年、 平成6年4月1日には独自のストアードフェアシステムを導入し、代用するルトランカードの販売、利用が開始された。一方で、パスネットの利用開始は、危機更新が間に合わず、2000年、平成12年10月14日のサービス開始時には導入せず2001年、平成13年以降の予定としていたが、羽田空港駅、現、 羽田空港国内センターアーミナル駅開業に伴う乗客増加に対応すべく2000年12月20日に前倒しで導入したただし導入当時は対応自動改札機が限定されていた全駅に NTTBP の公衆無線 LAN 設備が設置されておりドコモ Wi-Fi、フレッツスポットのサービスが利用できるまたユックコミュニケーションズの公衆無線 LAN 設備も 設置されており、毎日の公衆無線 LAN サービスも利用できる。大人普通旅客運賃、小児半額、波数は1円単位で切り捨て。2014年4月1日改定。この他にも、友人改札口で貢献による入場券及び、初乗り運賃の乗車券を発売していたが、2012年2月、現在は、京急線全線で貢献の発売は終了している。 東京モノレールと同様に、羽田空港への路線が就航している空港にも、券売機が設置されており、羽田空港からの乗車券を購入することができる。2016年3月15日から、全日本空輸、ANA が運営する ANA マイレージクラブと連携し、全国17の空港に設置されている京急の券売機で切符を買うと、ANA のマイルが貯まる。 KQANA のマイル機の発売を開始した。KQ 線は沿線に三浦半島、横浜といった観光地や羽田空港を要し、観光客をはじめとする利用者に向けて様々な割引乗車券を発売している。なお、ここでは単に羽田空港駅と記した場合、羽田空港国際線ターミナル駅と羽田空港国内線ターミナル駅両方が含まれる。 空港線の羽田空港延長後は、地方からの羽田空港到着便利用者を対象として、京急沿線とつながりのない中国地方など、遠隔地の放送局の番組に複数社、提供者として、名を連ねたり、スポット CM を出向した例があり、過去に札幌テレビでは、ズームイン、朝、の7時半以降のローカルセールス枠のスポンサー、複数社のうちの一つとなったことがある。 景気本担やグループ各社とグループ外企業と連携するオープンイノベーションを推進するためベンチャー企業への出資枠を新設した。初年度の2018年度は1億円。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。